ね、お待たせいたしました。マグロの解体ショーの準備ができたようです。いやー、びっくりした。こうすごい、あ、どうもどうもどうも。どういう入りしますか。ここからマグロが登場的な感じで。じゃあ今マグロあげますんで、はい、じゃあ始めます。イエーイ。さあ、マグロがやってまいりました。すごい大きいですね。これは高知県産ということですけれども。そうですね、今日は高知県の柏島産のマグロにしました。はい、柏島さん、どういった海なんですか。そうですね、柏島はですね、日本で取れます魚介類のですね、はい、70% が生息している、はい、地上に綺麗でミネラルの豊富な水を持っている、海ですね。なってますね、はい。でそうなりまして、その分ミネラルが豊富で、はい、美味しいお水なんで、その食べる餌もたっとえ大変栄養がいっぱいありまして、はい、そこで育ったマグロ大変美味しいと言われてますね。もうプリプリしてますけれども、これ何キロぐらいあるんですか。60.4 キロですね。だいたいお寿司にしますと2000貫。はあ、すごい。丼にしますと60キロ、400杯ぐらいですね。ちなみに何キロですかとか言って僕が83キロなんで僕らが勝ってます。勝ってますね。じゃあそんなプリプリのマグロを今から実際にさばいて、皆様にこのさばいた後に何だかご提供いただけるということですけれども。そうですね、150人の方、大トロ、中トロ、はい、と、3種類のマグロを、すごい豪華、握りで食べさせたい、食べていただきたいと思いますので、はい、終わりの頃にまた発表します。そうですね、ではそちらのお時間も皆様お楽しみに、こちらの方をゆっくりとご覧いただきたいと思います。そうですね、じゃあ始めるにあたってですね、道具の紹介からいたしたいと思います。はい、今日ですね、マグロをおろしに来ていただいた方ですね、築地の方から、うちの専属でマグロをちょっとやっていただいてます、あの竹内兄弟さんに来ていただいてますね、生の本マグロをさばいていただいて、いつもおかん解体ショー一緒にやらせていただいてるんですよ。まず、道具の準備の道具のですね、やりたいと思います。まずマグロをおろすのにはですね、まず包丁がいろいろ使うんですけど、一番最初に、何使うんですか。ノコギリ、これノコギリですね。これノコギリを使って、どんなところを取るんですかね。ノコギリでは主に硬い部分ですね、ヒレだとか、頭の骨、あとは、包丁の入らないようなところ、ノコギリです。でこれ実を言いますとね、このノコギリって言いますと、普通に大工さんが使ってるノコギリです。あのお魚をおろす用のノコギリっていうのは実際売ってないんで、あの大工さんが使うやつでやってます。で次に使うのはどんな包丁を使いますかね。半切り包丁で、この長い包丁を入れるためにこれで筋を入れてきて、骨のとこまでこれで筋を切れ目を入れます。包丁です。普通に使うのは出刃包丁みたいな感じですかね、マグロで言いますと。大きく言えば出刃包丁みたいなもんです。で、あと最後にその長い包丁ですかね。これで、4等分ずつします。マグロには腹と背があるんで、腹と背と分けて、それを分けるのにこの包丁でおろします。はい、ありがとうございます。じゃあどうですかね、そろそろじゃあマグロに、まず、包丁ですか、まずノコギリですかね。まずじゃあ始めたいと思います。まあヒレをノコギリで切っていきたいと思います。はい、ジョリジョリ見ましたね。今度顎ですね、顎の部分ですね。ちょっと見えづらいかもしれないですけど、顎の部分も食べるんですか。顎の部分はですね、非常に美味しくてですね、塩焼きにしたり、はい、煮付けにしたりして食べるんですね。でマグロはですね、食べれない部分がないと言われてまして。あ、そうなんですか。皮の部分も揚げて食べても美味しいですし、茹でてポン酢で食べても美味しいって言われてるんで。これヒレの部分はヒレ酒になったりはしないんですか。それちょっと聞いたことないですよね。あ、それでちょっと生臭くなっちゃうんですかね。マグロね、結構匂いが結構きついんですね。あ、そうですよね、はい。
あでも全然こう近くにいますけれどもマグロの生臭さそんなに感じないじゃないですか。どうですか皆さん。そうまだ新鮮ですしね、生本当に生なんで、うん、まあ、本マグロと言われてあの黒マグロです、はい、頭の部分が取れ終わりましたね。はい、すいません、頭の部分はあの握りところに飾ってありますんでね。お頭と呼ばれるところですね。そうですね、あの目の裏の肉とか美味しいですよ。ああそうなんですか、はい、そういったものはどこで食べられるんですか。なかなかちょっと市場には出回らない。そうですよね、はい、やっぱり新鮮じゃないと食べられない部分が多いでしょうね。うちの本店なんかもあの常連さんに出したりとかですね、はい、あのしますんで、はい、今度はヒレですね。全部ヒレを外して、今度包丁を入れていく準備をしています。で今日のマグロですけど、今日朝築地の方に入荷になったんですけど、はい、このマグロはですね、先週の土曜日の日水揚げされて今日の朝入荷となっています。で一番美味しいのはマグロが取れてから、4日5日経ってから熟成させてからが美味しいと言われてますんで共同調和食べ頃な美味しさになっております。あそうなんですか。取ってすぐに食べちゃダメなんですか。ですね、ちょっと弾力がありすぎて、はい、油が熟成しないんですね。身に油が回らないんでパツンパツンしちゃって全然味わいがないんですね。あ熟成されたマグロですか。どうやって熟成はされるんですか。取ってですね、はい、血を抜いてですね、はい、氷詰めにして、はい、ゆっくり、今日まで、保存して今日に取ってますね。楽しみですね。さあ解体終わった後に終了後には150名様限定でこちらのマグロ握り寿司をご提供させていただきます。はい、今ちょうど先ほど話された、出刃包丁みたいな包丁でですね、中の包丁を入れてますね。これ竹内さんこれ今包丁入れてますけどこれちょっとずいぶん大変な重要なところなんじゃないですかね。これは腹と背のちょうど血合いの真ん中に入れていかないとわかんないですけどそれにはやっぱり長年やってないとうまく入っていかないんです。おこれやるまでに何年もかかるんですよね。1週間ぐらい。これ嘘ですね、これ、マグロを割るのにですね大体3年とか4年かかるようにと言われてますね。もう職人技ですね。そうですね。はい今包丁入りました。はい切り落とされていきます。マグロはですね主に、イワシやサバやアジなどの海遊魚の食業でされてましてその部分で皮の部分が青色という形になっていると言われております。じゃあこの長い包丁が入ります。はい、はい、いきます。じゃあお腹の部分からまず外しますね。はいおおよいしょ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 すごい。はいこの大トロの部分ですね。はいありがとうございます。さあ切れました。皆さんシャッターチャンスですよ、はい、じゃあここで外したいと思います。ありがとうございます、はい、よいしょはいじゃあ今ですねこれがお腹の部分ですね。これ今パッと外した時にですねちょっと一瞬あれマグロの色ちょっと黒いんじゃないかなっていうふうに思われるかもしれないです。マグロというのはですね特に本マグロですね脂の強いマグロはですねおろしたてはちょっと色がこういう色なんですね。このおろしたての色からですね時間が経つにつれて冷気や空気に触れていくとだんだん酸化して色が真っ赤になってきますね。大変高級なマグロなんで脂が強いんで、最初のうちは赤黒いというかちょっと黒い感じです。今ちょうど釜下の部分のお肉をですね外しています。こちらの部分をね塩焼きにしたり食べたりして美味しくなっております。で今度は釜ですね。この釜ですね、1本の中から釜が2個だけ取れますね。この釜でですね、大体何人分ぐらい取れますかねこの釜で釜トロが。そうですね1本でこんだけ60キロのマグロですね10人前20人前ですね2つ取れますから。そのカマトロ貴重なカマトロもですね後で、バラして、握ってくれると思います。はい今度はお腹の部分ですね。はいじゃあ部位の説明をしたいと思いますね、こちらマグロの部分ですね。こちらの、お腹のちょうどこれですねガンバラと言われています。ここが大トロです。大トロの横がこちらが中トロですね。
こちら中トロ、あの大トロで中トロで、この上の部分が赤身となっています。大変高級なお寿司屋さんに行きますと、どうですか今日竹内さん、今日築地の競り場の状況からいくと、今日のマグロキロどれぐらいですかね。大体 100g でもいいですし、はいはい、大体1貫1000円ですね。1貫大トロが大体1貫1000円、中トロが多分以下800円ぐらいですかね。800円、赤身で500円ぐらいですね。ちょっとざっと見ると、今日食べられるマグロがどんぐらいの値段かっていうのがちょっと大体わかると思います。それぐらい高級なマグロを今日は UDX さんの協力のもと用意してますんで、ぜひお楽しみにしてください。じゃあ今からですね、これ外しまして、あちらの握っていただいた方にね、回していきたいと思います。まずどこを外すの、赤身の部分ですね、上の赤身の部分を外していきたいと思います。はい、じゃあ赤身の部分、職人さんどうですか、これ赤身部分回しますね。はい、赤身の部分ですね。今度あと中トロですね。はい、中トロ今外したのが血合いという部分でですね、この血合いの横から、血合い横と言われて、中トロでも一番美味しいと言われている部分を今外しますね。こちら非常に美味しいキメの細かい部分ですね。はい、回してください。じゃあ、はい、こちらが中トロですね。あ、色も綺麗ですね。そうですね、だん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 色が出てきたんですね。ね、最初の時はちょっと黒い感じなんですよ。特に今日風が吹いてるんで、はい、あの風が当たってどんどん色が良くなってきますね。はい、今度1貫1000円する、ちっちゃい握りの1貫1000円する大トロの部分です、ね、1貫1000円、はい、こう円マークが頭の中にパパパパパッときますね。こちら今から握りますんでね。はい、こちら大トロの部分ですね。わー、すごい真っ白、はい、ありがとうございます。じゃあ、あと残りそのまま回して、部位の説明はこんな感じですね。はい、揃いました。今回中トロ、大トロ、赤身と3つの部位を食べられるということで豪華ですよね。そうですね、あの本当に回転寿司だったら大体3つで、うん、本当に1500円、1800円です。さあ、すごいですね。今回ですね、あの皆様に今から食べていただくものの余った部分というでしょうか、そういった部分は2階3階の寿司源さんで食べさせてくれるということを聞いたんですけれども、ね、3階の寿司源本店とですね、はい、2階の築地食堂源ちゃんでですね、はい、築地食堂源ちゃんの方ではですね、1杯、1380円で、はい、生本マグロ丼ですね。生本マグロ丼、数の許す限り、あと残ってる部分をちょうど全部持ってきますんで、はい、なるほど、許す限りやりたいと思います。でですね、寿司源本店でもですね、はい、マグロ三昧丼1500円、はい、マグロ三昧握りが、1580円と、はい、あとですね、本日、ゴールデンウィークなんですけど、はい、ゴールデンウィーク期間中ですね、お好み寿司が全品半額と。お、お好み寿司ってどういうことですか、一貫ずつでもいいんですか。そうですね、もう人気寿司は全部半額ですね。でもマグロはもちろんのこと、エビでも、カニはないか。カニもあります。カニもありますか。タイとか、タイとかもう全部、なんでもいいですか、はい、すごい。もちろんこの生本マグロも今日やってますんで、はー、ぜひすごい、お手目になってください。はい、高級握り寿司が全品半額なのは、3階の寿司源さんですね。そうです、寿司源本店さんの方です。はい、はい、じゃあ今度ですね、逆側の裏側の部分ですね。はい、またノコギリでジョリジョリと、はい、風がちょっと、ね、出てまいりまして、これは風はマグロにとってはいいことなんですか。そうですね、先ほどね、ちょっとあまり直射日光で暖かくなるよりは、はい、やっぱりお魚っていうのは冷たくして食べた方が美味しいんで、ああの風が吹いて、あの、はい、冷蔵庫みたいにちょっとなっていただければ色も出ますし、ね、スーパーでこう切り身になって売ってるじゃないですか、はいはいはい、そういったものを買ってきてすぐに食べるのはいいんですか。やっぱり先ほどのお話だと冷やしてから、はい、食べていただけると、先ほどのお話だとほら4日ぐらい置いた方が油が熟成されて美味しいなってお話もありましたけども、いやいや、もうその時点で熟成されて、ね、売ってるものなんですね。あ、そうなんですか。もうじゃあ売ってるものはもう
すぐ食べた方がいいんですね。そうですね、もったいぶってそのまま冷蔵庫に入れといたらどんどん癖ちゃうんだ。落ちてっちゃいます、ね、でですね、あのマグロの数え方ですね、はい、だいたい1尾2尾1本2本、1丁1作といろいろあるんですけど、だいたい丸のまんまだと1匹ですね、マグロが1匹で、先ほどここに来てた時点でですね、マグロが1本になってます。お腹を出して処理された時点でマグロを1本2本と呼びます。読み方が変わるんですか。そうですね、それで今の状態ですね、あそこに飾ってある状態ですね、はい、あの状態になると一丁となります。一丁、一丁二丁ですね、背中が一丁とか腹が一丁とか言うんですけど、はい、であそこからまた、先ほどみたいに大トロ中トロ部分に分けると一作、はい、二作になりますね。で大体最後に皆さんのお口に入るときは一切れ二切れですね。あ、なるほど、はい、はい、じゃあまたお腹の部分に包丁を入れたいと思います。はい、はい、はい、よいしょ。ちょっとね、ステージ側からだと見づらいですけれども、これ骨に沿ってきれいに取れるもんなんですね。そうですね、本当に、まあ、本当にあのこちらにいらっしゃる方は兄弟なんですけど。あ、そうなんですか。谷内兄弟さんなんですが、あの、はい、息があったコンビじゃないとなかなか。はい、さあ、じゃあこちらですね、です寿司源本店さんと、はい、源ちゃんの方に運ぼうと思うんですけど、はい、あれ運ぼうと思うんですけど、はい、運ぼうと思うんですが、です、ね、来てないみたいですいません。これもうすぐ運んでですね、あの上ですぐ食べれるようになりますんでですね、ちょうど今お昼時ですからね、もしかしたら本店さんの方もちょっと混んでるのかもしれないですね。スタッフさんが来てない、降りてきてないっていう。はい、申し訳ありません。はい、じゃあ残りの背中の部分ですね、全部外したいと思います。さあ、こちらのステージはマグロの解体ショーをお届けしております。はい、じゃあ最後の部分ですね、こちら包丁入れていきたいと思います。はい、綺麗に、本当に上手なんですよね、横からも近くで見てるとすごいです、本当に骨と垂直っていうんですか、 すごい綺麗に骨も沈ませてやるんですね、もう、はい、こちらでマグロが全部解体終わりました。さあ、あっという間にあの60キロのマグロが分解されてこんなになっちゃいました。そうですね、ということで、この部分ですね、全部背中2つと先ほど向こうに渡した中、大トロの部分ですね、はい、でこういう風に解体になると思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。間近でご覧いただきましたマグロの解体ショーでした。ありがとうございます。さあ、この後はですね、皆様お待ちかねの先ほどからねご紹介させていただいておりますご試食のコーナーですけれども、どうしましょう。